リモートニュースの時間です。地元のお弁当宅配サービスを試してみました。仕事が忙しいとき届けてくれるお弁当屋さんはとても便利です。お弁当を楽しみに打ち合わせから戻ってくると、なんと中身は空っぽ。食べてしまった社員は、自分のために頼んでくれたもんだと思ってました、めっちゃうまかったっすと反省の色は全くありませんでした。次頼む際は名前を書いてもらおうと思います。今回食べ損なったお弁当は柳川丸子さんのお弁当です。宅配もしてくれるので、皆さん利用してみるのはいかがでしょうか。以上、リモートニュースの時間でした。